皆さんこんこにちは、えー、情報理工学学系研究科科コンピュータ科学専攻の宮尾と申します、えっとまあ、私はその言葉を通してコンピュータの気持ちを知るというタイトルで講演させていただきますけれども、えー、私はですねかれこれ20年ほど自然言語処理という研究をやってきておりますで最初に自然言語処理とは何かということを簡単にお話ししたいと思います、えーまあ、自然言語処理というのは、えーまあ、あまり聞き慣れない言葉かもしれないですけれども 人間の言葉のことを自然言語というふうに言います我々が普段しゃべってる日本語とか英語とかフランス語とかそういうものですねでそういう人間の言葉をコンピューターが理解できるようにするということを目指すような学問のことを言いますでこれ実際にはですね例えば、えー、皆さんがどっか観光に行った時にちょっとパスタとか食べたくなったなって時に「おいしいイタリアン知らない?」ってふと発言した時に「 近くにロボットがいていいところ知ってますよとピザとパスタどっちがいいですかっていうふうに聞いてくれるような、まあ、そういうロボットがいたら非常に便利なわけですよね、まあ、こういう言葉によるコミュニケーションとか情報交換っていうのをまあ助けるような技術を研究開発していきましょうというのが自然言語処理というものですでまあこういうふうに言うともしかしたらあれとそういえばそんなの最近あるなと思われたかもしれません実際その自然言語処理の技術ここ10年20年ぐらい非常に、えー 発達してましててま例えば代表的なところだと皆さんもうほとんどの方がお持ちだと思いますけどスマートフォンに何か話しかけると例えば近くのレストランを探してくれたりアラームをセットしてくれたりいろんなことをやってくれるわけですよねそれは対話システムといいますけれどもこれも自然言語処理の一つの成果です。あとはその機械翻訳とか自動翻訳と呼ばれている技術ですけれども例えば日本語を入力すると英語同じ意味で英語にしてくれて返してくれると。 いうようよなサービスはもももしししかかたたら皆さんも使ったことがあるかもしれません、まあこういう技術ここ数年非常にいろんなところで使われるようになってきてますけれども、まあ、こういうのを見ると言葉がコンピューターが言葉を理解し始めているんじゃないかというふうに感じるかもしれません。まあ、ここら辺でこう何が起きているのかどう考えたらいいのかというのを今日少しお話しできたらなと思っています。 でもうちょっと具体的に、えー、こんな研究もあるよというのをいくつか紹介したいんですけれども、まあ、例えばですねこれはその以前東大にいらっしゃって今は奈良先単大にいらっしゃる荒牧先生という方の研究なんですけれどもツイッターにこういう皆さんいろんな、えー、情報を流すと思うんですがツイッターの中の自然言語の文を解析して今どこでどれくらいインフルエンザが流行っているかというのをリアルタイムで表示するというようなシステムを作った方がいます。えっと、これまあ実際そのあの 病院に何人患者が来たかという統計が出てくるのは皆さんご存知だと思うんですけどそれは例えば1週間の間の患者数とかになってしまうので実際あの数字が出るのは1週間後とかそれ以上あとになってしまうんですけれどもツイッターのデータを使うとそれがリアルタイムで分かってしまうというような研究をされてたりしますそれからこれはですね私が私とあとその酸素健の研究グループとで共同研究した成果なんですけれども まあえー、と例えば日経平均株価っていうのはまあ一、えーまあ、日こう値動きするわけですよねこう数字がいろいろ変わるわけですけれどもその数字のグラフを入力してあげると例えばその3時になったら今日の日経平均は大幅反発で、えー、大引けは何円だかのいくらいくらみたいなそういう文章を自動的に生成してくれると、まあ、これ今まではもちろん記者の方が手でやるわけですけれども、まあ、最近はこういう、えー、と記事の生成とかを自動的にできるようになりつつあります。 さて、今お話ししたのは自然言語処理の技術の応用面その皆さんが実際に使うようなし使うかもしれないシステムでどういうふうな技術が使えるかという話なんですが一方でそ,のそもそも自然言語人間の言葉っていうのはどういうものなんだというのを解明するというような側面も自然言語処理の研究にはあります。えっと、まあ人間が言葉を操る能力のことを言語能力というんですが、まあ、今はまさに私 日本語でしゃべっているわけでそして皆さんは日本語を聞いて何か情報を得ていると、まあ、その力のことですねでそれを科学的に探求しようというような目的もありますでこの時に、まあ、言語に関する研究って言語学とか日本語学とかいろいろさまざ、あ、まあるんですけれども特にその我々の分野コンピューターを使った自然言語処理というのは、まあ、以下のような過程を置きますまずその言語能力というのは人間の脳が何らかの情報処理をしているプロセスであると。 っ、えー、っととてしままうう計算であるというふうに考えますでコンピューターサイエンスって、まあ、私のいる学科コンピューター科学コンピューターサイエンスの学科なんですけれどもコンピューターサイエンスっていうのは世の中の中んだ版書は全て計算でで説明できるとでその計算の仕組みを明らかにするというのが、えー、あのあの研究の方法論になってるんですけれども自然言語の場合は、まあ、例えばこのあ先ほどから見せている「おいしいイタリアン知らない」っていう入力が来た時に何らかの出力を返すわけですよね。 気の利いたたロボットだったらでその間に何か脳の中で何らかの情報処理、まあ、我々はそれを計算と呼ぶんですけども計算を行っているというふうな過程を置きます。でその計算の仕組みを明らかにするとこういう入力が来たらこういう出力を返すこういう入力が来たらこういう出力を返すそのプロセスというのは計算であるというような過程です。で こういういうに考えるとです、ね、まあ、自然言語処理というのは、えっと、まあ人工いわゆる人工知能ですね、まあ、最近よく耳にする言葉かもしれませんけれども、まあ、知能人間が持っている知能というのをある方法論でもって解明するアプローチというふうに言うこともできるかもしれません。というのはなぜかというと、ま、我々の脳で行っている計算のことを我々普段知能知能と言ってるわけですね。まあ、人間は何かかか、賢いいいことと、やってるららしいとよくわないけど、何か あ絵を見たらそれは何の絵か分かるし何か言葉を聞いたら何言ってるかが分かるとそれは知能であると我々なんとなく漠然と思ってるんですけどじゃあ知能って何ですかって言われても困っちゃうじゃないですか知能って何ですかって説明できる人多分ほとんどいないと思います。で実際その知能というものは多分脳の中で何かやってるんでしょうけれども、まあ、脳をパカッと開けて測定してもよく分かんないわけですよね。 まあそういう研究をやってる人も当然いらっしゃいますけどなかなかそれは難しい脳は非常に複雑な器官なのでパカッと開けてもなかなか何やってるかわからないですが言語というのは観測可能だと我々が誰かに何かを言うと何かが返ってくるおいしいイタリアン知らないって言って今日は雨だねっていうのはちょっと変な人ですよねだからそういうことはあんまり期待しないといいところ知ってますよとパスタ食べたいですかピザ食べますかっていうふうに言ったらなんか知的だと 知的そんな大した知的じゃないですけど、まあ、この人はちゃんと言葉が分かっているって分かるわけ、まあ、そういうふうにこう言語の入出力を見ることで、えー、知能とは何か知能のまあ言語の理解というのが知能の一部だとすると、まあ、人間の脳の中でどういう計算をやっているのかを明らかにしたいというのが、まあ、我々が常日頃やっているわけですね。じゃあこういう研究をするということにあたってどうしましょうと、まあ、こういうことをやるわけです。 こういうことなんですよ。わかりますかね。わかりますわかったこれなんて言ってるかわかるかわかる人いますもしわかったら多分自然言語処理の研究もうやらなくてもいいんじゃないかと思うんですがこれよく目を細くして見てみる,見てみると例えばなんとなく同じ字がここら辺にありますよね。ここになんか変なも、なんか共通した文字があるし まちょっと違うけど、ここ点線で表しているのもなんか近いものが書いてあります。ここにも同じようなこと書いてあります。ね、ここになんかヌノンって書いてあります。何でしょうこれは。ここまで来て勘のいい方もしかしたら気がついたかもしれないですけど、これはですね、まあ、これ今日の講演のタイトルとアブストラクトの文字をランダムに入れ替えたんですね。さっきの文はあの文章は。なんで。 内容は全く同じなんですただ文字が入れ替わってるだけ同じ文字は同じ文字に入れ替わってるので同じ単語だったら同じ文字列になってますから情報量としては何も変わってないんですなので、まあ、さっきの、えっと、謎の単語列はあ文字列は言葉とかコンピューターとか理解みたいなこの文字列に対応してたわけですね分かります でもここは実は口頭がなので言葉ではなかったからこれは実はちょっと似てても実は違うものだったんですけど、まあ、こういうこと何をやってるかって分かりますかねコンピューターにとってはこの文章とこっちの文章は全く同じなんです。なんで我々がコンピューターに自然言語処理の研究者がコンピューターにやらせようとしてるのはこれを読んで理解してくださいと言ってるわけに等しいです。 で難ししさは分かってもらいましたか、ね、あの自然言語処理の研究言語の研究で非常に難しくて皆さん日本語すぐ分かってしまうのでこの文はこういう意味なんです難しいでしょうって言ってもいやそんな当たり前じゃんっていつも言われるわけですよでもやっぱりこう,こう見せられたらちょっと難しそうに見えるじゃないですか、まあ、そういうことなんですそういうことでこれ非常に大事なことでして、えっとまあ、先ほど言いましたけどあの言語に関する研究ってたくさんあるし まあ自然科学ってたくさん研究分野があります。で多くの自然科学では、えっと、人間がまあいろんなことを考えてで何かの現象に対して理論を作ると。でそれについて検証すると。で基本的にこのプロセスというのは自然言語を使って行われるわけですね。まあ、ご存知かもし皆さんご存知かもしれませんけど研究成果というのは論文で発表してでこういうふうに自然言語で発表してフィードバックをもらってまた次のプロセスに入ると。でまあ、言語でもそういう研究も,もちろんあるんですけれども言語学という。 自然言語処理はそういうプロセスとはまたちょっと違っていて究極の目標としてはコンピュータープログラムとして何か自然言語に関する理論を作ろうということを目指していますでその作ったプログラムが自然言語のうまくあのうまく捉えているかその理論が正しいかどうかというのはそのプログラムを実行することで検証されるとでそうすると。 人間の言語理解言語能力のプロセスとは切り離されてこの理論は正しいかどうかっていうのが検証できるわけですね。まあ、ここにちょっとなんか可愛い絵持ってきましたけど、まあ、例えばある研究者が自然言語はこういうふうに記述できるという理論を立てたとして、まあ、普通は他の人がそれを見て確かにそうですねっていうふうに言うわけなんですけれども、我々の研究プログラムというのはこの。えー こういう理論というのは全てコンピュータープログラムとして実現されてでそれを実行してみるとだそうすると例えば第三者が同じプログラムを別の言語データで実験してみたら全然違う結果が出るとか、まあ、そういうことが可能になるわけです、まあ、そういう意味でこう科学的なプロセスという意味からすると、えっとまあ、いわゆる一般の,その自,然自然科学とこの自然言語処理の違いがちょっとここら辺にあるかなと思いますで、まあ、さっきの 話に戻るんですけど、まあ、今日のこの講演のタイトル「コンピューターの気持ちを知る」というふうなタイトルを付けさせていただいたんですけれども、えっと、もしかしてコンピューターがどうやって気持ちを持ってるのかっていう話を期待されたかもしれないですねもしかしてそんな感じで来られた方いたらすいませんそういう話は今日は一切ないです。えっと、この講演の,あのポイントというのは、えっとまあ、我々はその言葉を理解すると。 人間が言葉を使ううというそういう能力はどうなっているのかを調べたいということなんですがそのためには人間はあまりに無意識のうちに言葉を理解してしまっていろんなことをしてしまうのでそういう能力あるいは先入観といったものを全て取っ払って人間の外から言葉を見,直す見なければならないそういう意味でそのコンピューターの気持ちになって言葉というのは何か言葉を理解するとはどういうことかというのを考えていきましょうと、まあ、それが自然言語処理がやっていることであるし そして今日皆さんにぜひ体感していただきたいことということでさっきの謎の文字列を出したわけですけれどもあの文字列を与えられて「はいはいそうですか」っていうふうにはなかなか理解できないと思うでそれを理解するということに持っていくためには何が必要かというのが今日のお話になるわけですね。でまあ、こんなわけで、今日の、 公開講座のテーマ空気なんですけど、まあ、空,気空気とどうやってつなげようかなってずっと考えてて、まあ、なかなかうまくつながらないなと思ってたんですけど、まあえてこじつけるとするならばコンピュータというのは一切空気を読まないものであると文字列は文字列それ以外の先入観は一切ない空気も読まないとそういうものに対して言葉を理解させるとはどういうことかというのを考えましょうというのが今日のお話になるかと思いますさて さっきから言葉を理解する言葉を理解するって話をずっとしてきましたけどもじゃあ言葉を理解するってどういうことかと改めて考えると、まあ、なかなか難しいかなと思います。でまあ一つ明らかなのは、まあ、人間は言葉を使ってまあコミュニケーションをしているわけなので何か私は今自然言語処理とは何かと言葉を理解するとはどういうことかというのを皆さんにお伝えしているわけなんですけども。で まあこんな感じイメージとしてはこんな感じですね、えっと、自然言語はただそれを見るとさっきみたいな謎の文字列ですただ単に文字が並んでいるだけだとでそこから我々は何か情報を汲み取ってそしてそれを処理して情報を返すということをするわけですけど、まあ、この情報のことを我々普段意味って呼んでますよねこの文の意味は何ですかとこの文の意味分かりませんというふうに言うわけですでじゃあじゃあ意味って何ですかと でこの自然言語の研究している人にとって意味とは何ですかという質問は、まあ、ある種鬼門みたいになってましてえ多分専門家でも答えられる人ほとんどいないでしょうし私も答えたひ一言では少なくとも答えられませんちょっとそこを少し深掘りしていきたいんですけれどもじゃ意味とは何かとりあえず辞書を引いてみましょうと辞書を引くとこんなことが書いてあります、まあ、大辞林という辞書ですけれども、まあ、意,味に意味という単語の意味が3つあるんですねまずね、まあ、そこからしてもややこしいんですが えっとまず1つ目の意味が言葉記号などで表現されまた理解される一定の内容と、まあ、そうですよねさっき言ったのと全く同じ言葉は何か情報を伝えているとその情報のことを意味と言ってますとである表現作品行為に込められた内容意図、まあ、こっちはどっちかっていうとその意図の方ですねあなたの言っている意味は何ですかというような時の意味意図のことですからちょっと今日は使うのとはちょっと違うで3番目はそのえー 物事がある脈絡の中で持つ価値重要性、まあ、これはどっちかというと意義と呼ばれる意義と呼ばれるものですねで今日を主にお話しするのはこの一つ目の意味言葉が表している情報言葉が表している内容のことについて今日はお話ししたいと思いますでまあこの意味というものがコンピューターの中で何らかの形で 理解できる処理できるようになれば、まあ、言葉をある程度理解していると言ってもいいかもしれないですよね。文の意味が分かりますこのコンピューターはって言われていたらまあかっこいいじゃないですか。なんとなく賢くなったような気がします。じゃあ問題はこれをどうやって実現すればいいのか。この辞書の定義文だけ見てもどういうプログラムにしたらいいかっていうのはさっぱり分かんないですよね。で、まあ、数式も立てられないし、まあ、これはやっぱり人間用の辞書ですから人間はある程度も先見あの,先あの知識がもともとありますし。 まあそれに基づいてこう理解できるわけですけれども一切その日本語を知らない人にっていうか日本語ていうかありとあらゆる自然言語を知らない人に意味とは何かを伝えるにはどうすればいいかということを考えなければいけない、まあ、それがそのコンピューターの気持ちになるということなんですが、まあ、先ほどから何回も言ってますように言葉というのは脳の中で何か処理して情報処理してるとでもまあパカッと脳を開けても分かんないからじゃあどうしましょうかと我々はもう先ほど言いましたように えー、性質から迫ると自然言語脳の中は観測できないけれども言語は観測できるとさあじゃあそうそういうふうに考えるとじゃ自然言語処理において意味というのをどういうふうに捉えたらいいかとで一つの鍵がここにありまして今ここにいくつか文を出してます,これです、ね、友達からケーキをもらったという文があると友達からケーキをもらったってなんかちょっと状況がだいぶ違いますよね。 1>, まあ1個目はまあなんとなく嬉しいけど2つ目はちょっと困りますよね。で3つ目友達からモンブランをもらった、まあ、これなんとなく1番目の文とほとんどみたいなこと言ってると思いますよね。でこれ文字列としてコンピューターになった気持ちでさっきのこのめちゃくちゃな文字列として思い浮かべてみると1個目と2個目の文って1文字しか違わないんですよ。この真ん中の棒が矢になっただけなので文字列として見るとものすごく近い。 だからさっきの,その日本語じゃなくてさっきの文字を適当に入れ替えた列を見たら多分この最初の2つの文はすごく近いことを言ってるように思うだろうと思います一方でこの3つ目の文は、まあ、ここケーキがモンブランになっちゃってるわけだからだいぶ意味が変わってあ文字列は変わってるでも我々の直感としてなぜか最初の2つの文よりも1個目と3個目の文の方が意味が近いって感じますよね納得しますうん まあ、多分日本,日本語わかる方なら当然納得してくれると思うんですけどこれ,これがポイントなわけです、えっとまあ、4番目5番目の例もありますけども、えっと、友達がケーキをもらったこれも1個目の分とすごい近いですけどだいぶ起きてる状況は違いますしこう朝早くから友達を朝早くに変えたらなんか違いますよね全然ね。同じかななのになぜか なんか起きてることは全く違うっていうふうに思えると、まあ、こんな感じでここでのポイントはですねコンピュータというのは非常に高速な計算ができますので文字列が一致しているとか近いとかいうのはものすごく早く計算できますでさっきの謎の文字列を与えてこの中から同じ文字列を探せっていったら我々よりもはるかに早く計算できるわけですねでコンピュータっていうのはそういう処理がすごく得意ところがですね人間というのは運を 自然言語の文を聞いた時見た時に文字列の近さではなくて何か別の近さを測っているでそれは何なのかは分かんないんだけどそれを意味と意味の近さと呼ぶことにしようというわけです分かりますちょっとややこしいかもしれないですけど意味,がな意味とは何かというのは直接はよく分からんとよく分かんないんだけれども我々は直感的に意味,の近意味が近い意味が遠いという直感を持っていると。 人間にこの文とこの文を見せたらこれ意味が近いですこれは違いますっていうのは普通の言葉を分かる人だったらできるなぜそう思うのかは分からないそれ,それを手がかりにして我々は自然言語処理のプログラムを作るというふうな研究プログラムになっています、まあ、つまりもう少し専門的な用語で言いますと意味が同じとか異なるという我々の人間の直感をうまくコンピューターで再現できるようにデータ構造であったりアルゴリズム を設計するということになります。さて、もう1回さあ。もう2回目だからさすがにもうわかると思うんですけど、わかんない。さすがにそんなことないですよね。さすがにこれで分かっちゃったらあれだと思うんですが、これは今度はちょっと全く違う、えー、問題です。これは問題です。どれが正解か？分かりますか？まわ、あ、かるわけないですよね。コンピューターの気持ちになってもまだわかんないと思います。これ、実はですね。こういう文です。 えー、これはですね、センター試験の模試ですね、から取ってきたやつ、どうでしょう、まあ、ここまで見せれば分かりますかね、常識ですかね、これね。いや、これ、日本語を見せてもわからないっていう感じの顔を皆さんしてますけど、大丈夫ですか、まあ、大丈夫です、私も分かりませんから。 じゃあこれいわゆるそのセンター試験の世界史の問題でそのいわゆる暗記問題って呼ばれてるやつですねまあなんか高校生の教科書が世界史の教科書があってその教科書の中に必ずどっか答えが書いてあるはずなんですよでそれをこう覚えてきて受験生たちは一生懸命答えるわけですねでじゃあじゃあちょっとカンギングさせてあげましょうとカンギング教科書を暗記してれば解けるんだからはいじゃあ教科書の該当する箇所を取ってきましたと。 こんなふうに書いてあります全、まあ、6世紀の半ば頃、えー、第3代のダレイヨス一世は何、えー、でしょうね大帝国を建設したと全国の幼稚を結ぶ王の道と呼ばれる国土を作り駅伝線を整備した複雑くした移民族には寛容な政治を行ったがうんるんあん,んと書いてありますねどうでしょう<ス>この教科ここまでカンニングして答えわからないっていう人はさすがにいないと思うんですけどわかりましたか 答え分かります、はい、これでわからないって言われたら今日の話に成り立たないんですけどえっとまあよくよく見てみるとこの赤い線の部分はまあ大体同じこと書いてありますよねでこの青い線の部分は何かちょっと違うことが書いてあると。ね、でこの問題をよく引っ掛け問題ですからねこれ誤っているものを選ばなきゃいけないので答えは3番3番は間違いであるというのがこの問題の答え。 まあ、何,何でこんなことを出したかと言いますと、えっとまあ、皆さんご記憶あるかもしれないですけど、まあ、数年前にロボットは東大に入れるかっていうプロジェクトをやってまして、まあ、私その中で、えっと、主に社会科ですね世界史とか日本史の試験問題を、まあ、解くような研究っていうのをしてたんですねでそれななんか、まあ、割といろんな報道のされ方してるので一体何やってたんだろうって思ってる人もいるかもしれないですけど結局こういうことをやってたんですよ。その これはいわゆる暗記問題知識を問うような問題っていうのは教科書の中身を覚えていれば解けるという話なんですがここでもう一回その今日のテーマコンピューターの気持ちになるというのを思い出していただくとここうこういうことですもう今皆さん最初に日本語を見たから大体分かっちゃうかもしれないですけどこうコンピューターの側から見るとこういうデータを渡されて答えを出してくださいと言われるわけです。 いいですか実は我々がやろうとしてたのはこういうことなんですよ。でこういうことをやると、えっと、明らかに人間は少なくともさっきのような教科書を見ながらだったらほとんど解けるはずなんですねこのセンター試験の問題って特に世界史とか日本史っていうのはもうほぼそのまんま書いてあるので人間だったら普通に日本語が読める人だったらこういう問題は教科書を読みながらだったら解けるはずでコンピューターからしたらコンピューターコンピューターからしたら教科書のデータを丸ごと 記憶すするなんてことは非常に簡単ですね今だったら USB メモリーにだって入るぐらい容易だと思います。だからそこが問題じゃなくて要は教科書はありますと。でこあの選択肢もありますと。でもこういう状態で与えられるのでこれで答えてくださいって言われても困っちゃいますよね。よくよく見るとここはアケメネス帳って書いてあります。わかりますかこれアケメネス帳って。 じーっと見てるとだんだん読めるようになってくるんですけど「<laughs> KMS 帳って書いてあるしここに「ダレイオス」って書いてあります。同じ文字ですがねこれダレイオスって書いたらね「ここ王の道」っていうのもちゃんと書いてありますからでこのぐらいの手がかりはコンピューターだって簡単に分かるわけ。でもこれでどの選択肢が正しいかって答えてって言われても困るじゃないですか。 要はその我々はこういうことを研究しているというわけです。はい。なのでまあまあ簡単にまとめますと、えっとまあ暗記問題暗記問題。簡単だねコンピューターにっていうふうな言われ方はよくされがちなんですけど、まあ今日のテーマに沿ってコンピューターの気持ちになってみると、教科書の内容をそのまま丸ごと文字列として覚えていてもダメなわけです。で、それの意味を理解してなきゃ。 教科書の意味内容、まあ、すなわちそれは文字列としてではなくて知識として覚えているということに相当するかなと思いますだからこれ暗記問題っていうのは文字列を記憶するテストではなくて知識を記憶するテストになってるわけででこの知識を記憶するっていうのが実はコンピューターにとっては非常に厄介な問題その単位文字列じゃなくてその意味というものが何らかの形で計算できないと実現できないような問題になるというわけですねで あのさっきの問題からちょっと抜粋してきましたけど、まあ、要はこういう文からはこういう文が正しいと言えるし上が教科書ですね上が教科書で下が選択肢でこういう文が教科書に書いてあったらこういう文は間違っているこということが分かるとこれをなんとかしたいというのが自然言語処理における意味を理解するということになるわけですで、まあ、この問題というのはその自然言語処理の分野ではテキスト間外位関係認識と。 いいうふうふに呼ばれています、まあ、もうちょっと短く「含位関係認識」っていうふうに呼ぶこともあるんですけどこれはその文が2つあったときに一方の文、えー、と今ここでは T1 としてますが T1 というこの文が真であると正しいと仮定したときにもう一方の文 T2 こっちの下の文がこっちの下の文も人間は正しいと判断するとそういう関係のことを含位関係と言いますね。でこの文この場合だとと上の文が正しいと 仮定すすすると明らかに下の文が正ししくなりまよよねねささっき皆さん当然判断したわけですよ、ね、教科書の文を見てこ,のこ,のこういうふうに教科書に書いてあるんだったらこの選択肢は正しいはずで,でまた別の3番の選択肢はこれは間違っているはずだっていうのが判断できたということは皆さん実は暗黙のうちにそういう処理を頭の中でしているということになります。 でこのテキスト間外関係認識っていうのはあまあ今あ説明したように単なる文字列なんですねもともと自然言語っていうのは単なる文字列を知識として活用するためにはこれができなきゃいけないで今お見せしたのはまあ分かりやすさのために試験問題でしたけどこれ実は社会のいろんな場面でありまして、まあ、いわゆる例えばファクトチェックみたいなのもそうですよねこう誰か政治家が何か言いましたとでそれを例えば過去のいろんなニュースであったりね 例えば政府が発表しているいろんな文書がたくさんあるわけでその内容と照らし合わせてあここにこういこうが書いてあるとだからこれは正しい間違ってるという判断ができればいいわけなんですけどそれはもちろんそういう研究今実はしている人いっぱいたくさんいるんですけどもまだ実現はされてない、えー、非常に難しい技術自然言語処理の難問の一つというふうに言えます。でまあ、実際こう 最近ある程度はできるようになりつつあるんですけど非常に難しくてまだ少なくとも人間と同じレベルにはできてない問題の一つです。じゃあ具体的にこれどういうふうにやったらいいのかというのが今日のメインのお話になるんですが、えーはい、今度全然違う話がじゃないあの雰囲気になりましたけどこれはビーグル犬っていうやつですね。えっと、私昔ビーグル犬を飼ってたんですけれども 犬好きの方この子にどれくらいいらっしゃるか分かりませんがまあ、ビーグル犬にしろ何にしろ犬を飼ってらっしゃる方が例えばインターネットでいろいろ見てた時に犬に風邪薬を飲ませると貧血状態に陥りますっていう文を見たらちょっとこれはやばいと思うわけですよね気をつけようとビーグルが風邪薬を食べたら病気になっちゃうとだから飲ませないようにしようと思いますよね思います思わなかったらちょっと困るんですけど 普通の犬が好きな人だったら当然思うはずはいこれも実は簡易関係認識の問題になってまして上が正しければ下も正しくなるとでえー、っとこれよくよく見てみるとまあなんとなくこういう矢印の対応関係がありそうだなというのは推測つくと思うんですがただ文字列としては全く違うで日本語の場合はですねこの女子がその 文の関係を決めますけれどももここ上は2って書いてあるけど下は側になってるしここは「と」になってるけどこっちは「ただ」になってるしでこれパッと見た時に多分普通の人なら違和感なくまあ大体同じようなこと言ってるなって思っちゃうと思うんですけどもうしつこくてすいませんけれどもまたこれこういうふうにすると分かんないですよねやっぱり。なのでで、まあ、これでもう この文字で使えるのは今日これで最後だから安心してください。えっと、こ,うこういう文字列とこういう文字列があった時にこれは同じこと言ってるんですか違うこと言ってるんですかっていうことを判断しなきゃいけない。でそのために何をやったらいいかというのが自然言語処理の重要な問題になってくるというわけです。はい、で、まあ、この2つの文を何とかしてうまくつなげる方法を考えなきゃいけないんですけども、えっと、実際どうやるかと。 いう時に我々はその自然言語の意味を考える時に大きく分けて2つのタイプの意味というものを考えます。で少し専門的な用語になっちゃうんですけど1つ目は語彙的意味と,、えっと。語彙っていうのは単語っていう意味ですねざっくり言うと。あのテクニカルターム専門用語で言うとその単語のことを語彙というふうに言うんですけど単語とか辞書のことですね。でその単語的な意味のことを語彙的意味というふうに言います。でこれははとりあえず文は置いといて ももとと単語っってていうのは何らかのはか意味を持ってますよねここ今いくつか単語を載せましたけど「犬」とか「犬」とか「ワンちゃん」っていうのはなんとなく近い意味だしこの「犬」「ビーグル」「チワワ」っていうのも何か関係ありそうだし「顔」「目」「花」っていうこの単語も何か関係ありそうですよね。でこれが「語彙的意味というものです。でもう一方な「構成的意味というものでこれは自然言語というのは単語を並べることで文を作ってそれで何か情報を伝えると。 まあその単語を並べて文を作るというそれによって作られる意味のことを構成的意味といいううふうに言いますでこれ順に簡単に説明していきますけれどもまず語彙的意味というのは、まあ、さっき言いましたけど単語がもともと持っている意味で、えー、実はその一筋縄ではいかなくていろんなタイプの実は関係があります。でこれもその「犬」ってどういう意味ですかっていうのを直接考えるんじゃなくて先ほどと同じようにあくまでも2つの単語の関係を考えるわけですね。同じかか違ううとといいことを考えていきます で例えば同義関係、まあ、こんなの小学校でやると思うんですけど、2つの単語は意味が同じですっていうのを皆さんどうやって定義しますかね。意味が同じ単語が同義ですっていう答えはゼロ点ですから。その意味とは何かっていう話をコンピューターの気持ちで考えなきゃいけないんだから、意味あの同義っていう概念を考えるときに意味という単語を持ち出しちゃダメなんですよね。でそう考えると考えると実は結構難しくて。 同義ってなんだっていうのはあんまり自明じゃないと思うんですが、自然言語の自然言語処理の分野ではこういうふうに考えます。ほとんどすべての文脈で置き換え可能な単語のことを同義というふうに定義します。まあ、どういうことかと、まあ、下にこういろんな文がありますけど、ここの X には車でも自動車でもどっちでも入っても大丈夫ですよね。大丈夫ですか？その冬休みに車で草津まで行く、冬休みに自動車で草津まで行く 駅前の道はたくさん自動車が走ってるたくさん車が走ってるどっちでも大丈夫ですよねこういうふうに全ての文脈その単語列の中で置き換えても良い単語のことを同義というふうに言います。これポイントはその置き換えても意味,意味が変わらないとかそういうことは一切言ってないんですよ。だ例えば二番目1番目の文に「電車」って入れても別にいいと思うんですけどそれは置き換え可能なんだけどもおそらく車と電車はある文脈で置き換えができないと。 いいですか2番目の分駅前の道はたくさん電車が走っててちょっと変ですよねそんな感じでこうその置き換え可能性という考え方で同義というのを定義するとで、まあ、実際にはその違う単語っていうのは必ず何か微妙な意味の違いがあるので完璧に置き換えられる単語対っていうのはなかなかないんですけども、まあ、自然言語処理ではまあもうちょっと緩やかに考えて、まあ、大体置き換えてもいいようなものを同義とかあるいはもうちょっと緩いものは類義と食べると飲むみたいなものは類義というふうに言ったりします。 で他にも色々ありまして、まあ、例えばその哺乳類といった時には犬とか猫っていうのがその一部として含まれますよね。で犬といったらチワワとかビーグルみたいな種類があると。でこういう関係のことを上位階関係というふうに言いましてえっとまあいろんな定義の仕方があるんですけども、まあ、A の全ての性質を B が持っていたら A は B の上位語というような言い方をします。でもうちょっとと、テクニカルに定義するとその、 えっと B B、この場合ビーグルですねビーグルという単語で指し示すことのできるものっていうのを我々考えられるんですけどそれと犬というもの単語が指すことができる物体の間に方眼関係が成り立っていれば上位階関係というふうに言うというような定義の仕方をします。分かりますそのこれはビーグルですっていうふううふに言えるかどうかど でビーグルと言えるものは必ず犬ととと言えると、まあ、そういういことですねで全体部分関係というまたこう似て非なる関係がありまして、まあ、典型的なのは顔には鼻があって目があって口がありますという関係なんですがこれなんとなく上位階関係と混同しやすいんですけども、まあ、結構違うあの性質でして例えば赤い犬といえば赤い動物とか赤い哺乳類って言っても構わない同じあの正しいんですけど赤い鼻と言ったからといって赤い顔とは言えないとこういうやつね。 鼻は赤いけど顔は赤くないっていうのは当然考えられる。ただこう,いう置き換えられる場合もあって犬にぶつかるって言ったら動物にぶつかるとて言ってもいい。これはまああの犬と動物は常にこういう言い換えができるんですけど鼻にぶつかるって言ったら顔にぶつかるって言っても良さそうですよね。まあ、こんな感じで実はこう置き換え可能性がいろいろ変わるんですね。でこういう関係っていうのは今名詞だけ考えてきましたけどもちろん動詞とか形容詞とか他の品詞にも考えることが。 できますで、まあ、動詞ちょっと面白いのはですねこう関係っていうのがあって例えば何々を後悔するって言ったら何々が起きたっていうことが分かるんですよ。今日のお昼にステーキを食べたのを後悔しているとか言ったらこの人はステーキ食べたんだなって分かりますよね。まあ、そういう特殊な関係とかもあります。でそういううういいいのののも実は我々普段の中でで、えー、無意識のうちに処理しているということこすで、まあ、単語だけだだけったらまだ まあ単語は言ってもまあ多分数万とか数十万とかいう単位大きいけれども有限だと思うんですけど実はこういう同儀とか上位階関係外位関係っていうのはフレーズの間にも考えられるんですね個々の単語にはそういう関係はないんだけど合わさるとそういうふうに理解できると。例えばさっき出てきた「王の道」「王の道」と呼ばれる国道ってこれほとんど置き換えても大丈夫ですよねだから同義と言えるんですけどこれは多分辞書には載ってない。 フレーズになるとややこしいのはな,なかなか辞書には載ってないんですけどそのこういうふうな置き換えが可能なような場合があるといびきを書いて「あの人いびきを書いてるね」っつったら寝てるのがわかるとかねそういうことです。でじゃあこういういろんな単語の意味関係があるかってことは分かったと語彙的意味関係じゃあこれをどうやってコンピューターで計算するかということなんですがまず一つのやり方としては思想ラスとかオントロジーと呼ばれているものがありまして、まあ、要は辞書ですね。 辞書作っちゃえとチワワとかビーグルは犬の一種なんだというような辞書を作っちゃうみたいなやり方をするとでこれいろいろありまして日本語でもあるんですけども一番有名なのはこのワードネットと呼ばれているやつでして、えっとまあ、自然言語処理で多分一番よく使われているシソラスですね、えっとまあ、シンセットって呼ばれているこういう同義語をグループにしたような集合がありましてでその集合の間に上位階関係とか全体部分関係とかを 一個一個こう辞書として書いてあるようなあの辞書って言っても人間が読む辞書じゃなくてコンピューターが読めるような形の辞書というのを開発しているグループがいます。まあ多分これ何十年かやられている大きいプロジェクトなんですけど、でまあじゃあこういうのあればいいじゃんって思うかもしれないですけど、実はそう簡単にはいかなくって、やっぱり世の中にはそのさっき言ったようないろんなフレーズにもやっぱり同義関係が成り立つであったりとか、あとは新しい単語がどんどんできるんですよね。 さすがにもうスマホってそんなに新しくないかもしれないですけど私が学生の頃には少なくともなかった言葉だしプレミアムフライで数年前から急に出てきた言葉こんなのがいっぱいあるからこんなんな,かな,かな,なので何とかして自動的に学習してくれないかなって我々はよく思うわけですけどもじゃあどうしたらいいかと。で こ,れここで、まあ、いろんな技術が自然言語処理の技術があるんですけど、まあ、ポイントとしてはこれですね同じような意味の単語は同じような文脈に現れるとここ今謎の単語ポゲラというのが出てきましたがこれ皆さん知ってますこのポゲラっていうのはね知ってるわけないと思うね。私が作った言葉なので多分知らないと思うんですけどこういうなんか謎の単語があってもなんとなくこの文見たらなんかこんなものって想像つきますよねまあなんとなく。 まあ果物か野菜かなんかはそんな感じかなって想像つくと思うじゃないですかこれを使うんですね自然言語処理れで、まあこのアイディアをもとにその単語の近さ意味の近さを計算する方法というので分布類似とこれ考え方は古くてそのまあ50年代1950年代に提案された分布仮説というその意味が近い単語の周辺には同じような単語が現れるというような仮定に基づいて計算するんですけれども。 分布ル一度というのはそのまず狂気ベクトルというものを計算します何かというとある注目している単語今だったらポゲラっていう単語の周りにどういう単語が出てくるかというのを膨大なテキストの中から集めてくるんですねさっきのだと「真っ赤」とか「見る」とかそういう単語が周りに出てたのでそういう単語はであのポゲラと一緒にそういう単語が出てきたら「1」ってなる、えっと、各ベクトルの各次元が各単語に対応してるんですね 一緒に出てきたやつは1出てこなかったのは0ってすると膨大な長さの数万とか数万次元ぐらいあるようなベクトルができますけれどもそのベクトルの近さっていうのは内積とかコサインとかで計算できますねこれはもうん高校ぐらいでやりますっけベクトルって、まあ、非常に簡単な計算ですけどもつまり意味の単語の意味の近さを狂気ベクトルの類似度で計算するというようなアイディアです、まあ、そううするとととさっきのデータとか使うと ラいうのはトマトとは類似度が高いけどラジオとは類似度が低いみたいなこういうことが計算できる。でこのアイディアをもうちょっとおすすあの推し進めたものとして分散表現というのが知られてましてこれはですね、まあ、ワードトゥーベックというのが、まあ、もしかしたら聞いたことある方いるかもしれませんけど、まあ、これもやっぱりその単語に対してあるベクトル表現を学習するんですけどもこの周囲のベクトルとこう近くなるように学習するんですね。 なんで最終的には周辺が同じような単語のベクトルっていうのは近いベクトルになるので、えー、まあ基本的にはさっきの分布類似度と同じようなことをやってるんですが、まあ、最近はこういう手法がいっぱい研究されてあの機械学習を使った自然言語処理とかで応用されています。でちょっと話しすぎて時間がないので少し飛ばしまして、まあ、今お話ししたのはその思想ラスを使う方法と <laughs> 分布類似度を使う方法っていうのがあるって話しましたけど。 結局これ何やったかっていうと単語と単語が置き換えられるかどうかっていうのを計算してるんですね分布類子が近いやつは置き換えていいよってことなので例えばさっきの例でいくとここは犬っていうのはここにあるからくっつけるとこうやってくっつけるとそうすると、まあ、犬って書いてあったら、まあ、チワワとかビーグルに置き換えてもいいよとかそういうことが分かる飲ませるは食べるに置き換えてもいいよっていうことでこうすると さっきの例ですけど、最初の文はこんな感じに書き換えることができると。ビーグルに風邪薬を食べさせると病気になると。まあ、なんとなくいい感じですね。ちょっと近くなった気がするんですけどでもちょっとやっぱりなんか文字列としてはだいぶ違うように見えると思います。そこで登場するのが「構成的意味」というやつでしてこっちはですね文っていうのは単語を並,んで作れ並べて作,れる作られるわけですけど。 めちゃくちゃゃゃく並んでいるわけじゃなくて、何かの規則,規則性があると。ビーグルはリンゴと風邪薬を食べました」って言ったらビーグルが風邪薬を食べたことはわかるわけですけどビーグルはリンゴが風邪薬を食べましただとわかんないですよねどっちかわかんないから一文字変わっただけで状況が変わってくるわけですこれ、えっと、最初の方にお見せしたこの講義の講演の概要ですけどここに言葉が理解できるコンピューターっ書いてある。 こっちにコンピューターに言葉を理解させるって書いてあります単語同じだけど文字列は違う並び方は違うんだけどだいたい同じこと言ってますよねこんな感じこれは一体どういう仕組みなのかというのを計算しなければいけないこれを構成的意味というふうに言いますで、構成的意味の計算方法ってまあいろいろあるんですけどもまずその意味表現というものを考えてその意味を何らかのデータ構造を使って表すということをします で一番よくあるのがグラフ構造を使う。でグラフっていってもその棒グラフとか円グラフとかじゃなくてその情報科学で使う、えっと、点と点が線でつながったようなこういうものをグラフというんですが、まあ、ネットワークみたいなものですね。でここ各頂点が単語になってて単語と単語の間の関係ですね主語とか目的語みたいな関係っていうのをこういうふうに辺でつなぐとこういうものを述語構,構造というんですが、まあ、こういうものを計算してあげると。 でそうすると、こののグラフ構造が同じものは意味が近いといとうよううな考え方をします。でまあ、もうちょっと複雑なというか、まあ、ややこしい「術語論理式」っていう、まあ、もしかしたら昔大学で習ったかもしれない記号論理述語論理というものを使ったような方式もありまして、まあ、実は私はそっちの方をいろいろ研究してるんですけども、まあ、今日はちょっと時間の関係でそこは話しませんが術、まあ、語,語構造をもうちょっと複雑にしたようなやり方もあります。 じゃあこのグラフをどうやって計算するかって話なんですがここでは公文解析といいううような技術を使いますこれは基本的な考え方としてその文っていうのは何か背後に構造があってその構造が分かれば、えー、意味の合成がそれに沿ってできるというような考え方で、まあ、そういう文の構造の計算する技術のことを構文分解析と言いますでまあ私はそこら辺の研究をこうだいぶ長年やってきたわけなんですけど例えばこういう文に対してはこういう、まあ、ちょっとややこしい って思何か,、まあ、か S とか NP とかいろいろ記号が書いてありますけど、まあ、これは要はこのどの単語とどの単語がくっついて区になってでそれがさらに別の句とくっついて大きくなってっていうその階層関係を表してるんですね。でこういう構造が計算する技術構文解析っていうのがありましてこれを使うと例えばここに「食べさせる」っていう単位があって「風邪薬」とくっつくので「風邪薬」と「食べる」はこういう関係にありますねと。 でこれビーグルとこういう関係にありますねとでこういういふうにこ,うこの木に沿ってこのグラフ構造を作っていくというようなことができてこれによって構成的意味を計算することができるという仕組みになっています。で,で、まあ、こういう技術ずっと研究自然言語書で研究されてるんですけども、まあ、最近皆さん聞いたことあるかもしれないですけど深層学習とかディープラーニングっていう技術ができてまして、まあ、それもこう最近いろいろな方法でその構文が。あの 構成的意味を計算する方法っていうのが提案されています。で、先ほどその単語の意味をベクトルにしますって言いましたけど今度この図ではこの丸1個がベクトルだと思ってください、まあ、こういう図はよくその真相学習の説明で出てくるんですがそうするとこうベクトルがいっぱいあるんですね単語に対してでこのベクトルに対して何かいろんな演算をして、まあ、実際にはこういう ベクトルと行列の掛け算に対して何か関数をかけたものっていうのを一個一個の矢印でやっていくんですけど、まあ、直感的にはあと2つ矢印があるのはこれ単純に足せばいいので足すだけですね。なんでこういう比較的単簡単な行列演算と足し算でもって各単語のベクトルをずーっと足し算していって最終的に何かベクトルができる。でこれを分のベクトルと言います。まあ、要はののの意意味味とといいううももをを構成的意味というものを こういうい単純な演算の組み合わせで計算するというような技術が開発されてましてまあこれどうやってやるかっていうとこれまあ例えばその対話システムみたいなのがあった時に例えばビーグルに風邪薬を食べると病気になるって聞いたらそれは大変だって言ってほしいっていうまずデータを作るんです正解データっていいます学習データとかいいますけどでそうするとこういう文にはこう答えるっていうようなたくさんの事例を与えてあげると ここのベクトルをどうやって足し算していけばいいかっていうのを自動的に学習してくれるというのが真相学習になってまして、まあ、もうちょっと具体的に言うとこの行列 A の中身どういう行列演算をすればいいかっていうのを学習してくれるとだこういうようなやり方も最近あります。でまあ、どういうやり方がいいかっていうのは実はよく分かんなくってデータによって変わったり問題によって変わったりするんですけれども、まあ、今こういういろんな研究がされてようやく自然言語処理の意味理解がちょっとずつできるようになっているというのが現状かなと思います。 はい、で以上、まあ、若干掛け脇でしたけど老意的意味の計算と構成的意味の計算というのをやるとこういうふうになってでこのグラフを見るとビーグルが風邪薬を食べたら病気になるというこの文とめでたくつながりますと、まあ、こんな感じで上の文と下の文が同じ意味になってますねっていうのを計算するわけですね。はいさてそれで一見落着って言いたいところなんですけど実はそんな単純では実はなくて。 えー、この「構成的意味」と「語彙的意味」って相互作用があります。でさっき語彙的意味っていうのはこの単語はこの単語に置き換えていいよっていうふうに言いましたけど実はいつでも置き換えていいわけじゃなくてある条件を満たした時だけ置き換えることができて例えばこの例で言うと最初の単語「犬」っていうのは介護のビーグルに置き換えたこれを上位語の「動物」に置き換えると多分間違いですよね。犬にに風邪癖を伸ばせるるとと貧血状態に落ちるからといって 動物に対して同じこととが起きるとは限らないからその逆向きはできないで逆にこれ貧血状態の方が病気にしてやる上位に置き換えてるんですよ。これなんでこういうのを起きるかって分かりますまあ多分分かんないと思うんですけど、まあ、僕も分かんないんですけどこれがどうしてなのかっていうのも解憲しなきゃいけないと、まあ、こういうことをやるのが実は自然言語処理という研究になるわけですね。さて時間がだいぶ近づいてきたので最後にですね今日の講演では 自然言語のの理解というものを意味を理解すると意味,の意味が同じか違うかをどうやって計算するかというお話をメインにしてきましたがじゃあ意味理解ができたら言葉を理解できたと言えるのかという疑問があります。でこれは今日はお話できないですしこれはこれでまた面白い話がいっぱいあるんですが非常に面白い本を見つけたので最後ご紹介しておきます。これ川添さんっていうのはまあ私も共同研究したことがあるし、まあ、自然言語処理とか言語学の研究者の人が なぜかファンタジー小説を書いてましてこれはその意味が理解できる人形が周りにいっぱいいますとでそういう時にどういう問題が起きるかというのをファンタジー仕立てで、えー、小説にした話でこれ個人的には非常に面白い話なので誰か映画化してほしいなと思うんですけれども、えっと、あのもしその今日のお話に興味持たれてで意味理解できたらじゃあ 言語は分か,たように分かったことになるのかなという疑問を持たれたらこの本を読むと非常に面白いと思います。あのおすすめしておきます。あの回しもでは全然ありません純粋におすすめしています。はい、で、あまあ最後のスライドですけれども、まあ今日はその言葉が理解できるとはどういうことかということについて、まあ、少し詳しくお話し,しました。で、まあ、その中でも今日お話しできたのは、その意味とは何かということでして、まあ、それは、 人間はなぜか意味がが同じ違うっていうとい直感があるとでもそれは文字列の近さとは違うものであるとでそれをうまく再現するために、まあ、コンピュータープログラムでうまく再現するためにはどうしたらいいかというようなことを我々はやっているんだということですね。で、まあ、今日いろいろなお話ししてきましたけど、まああいうことをコツコツ積み重ねて、まあ、だんだん自然言語を理解できるようなコンピュータができ始めているんですが。 まあ最後の方にちらっとお話したようにやっぱりまだ全然できないことがいっぱいあってそれは今永遠、e、研究中ということですでそしてまあ今日の一番大事なメッセージとしましては我々人間はどうしても言語がすぐ分かってしまうのでつい言語理解って簡単そうに思えてしまうんですけども自然言語の理解というものを本当に何が起きているのかを知るためには是非空気が読めないコンピューターの気持ちになってもう一度考えてほしいと思います今日の帰り道も多分いっぱいいろんなところで言葉を見ると思いますが これってんな言い方もできるねって考えてなぜそれができるのかって考え始めると多分夜も眠れないぐらいになると思いますんで、まあ、是非楽しんでください。ありがとうございました